名前か。よしよし。名前か。よしよし。名前か。よしよし。やってやんよ。
テンション上げていくぜ。やってやんよ。思いっきり行くぜ。Yeah!
名前か。よしよし。いらっしゃいませ。ありがとうございました。負けらんねえな。おっさ、攻めろ。押し切り。ちゃうね。は？
なあ、名前か。よしよし。ヤガミ。Mm-hmm.
ああ。やってやれ。負けらんねえな。引いて
前か。よしよし。
いいね。やられてたまるか。悪くないぞ。よっしゃ。まずいな。まだいけるぞ。いけ。よし。いいね。いけ。やられてたまるか。いいね、よし。よし。マジかよ。悪くないぞ。やられたな。よっしゃ。マジかよ。いいね。よし。いいね。もうダメだ。よし。まだいけるぞ。いいね。悪くないぞ。マジかよ。いけ。ほれ。やられたな。よっしゃ。よし。いけ。よし。やられてたまるか。いいね。ほれ。よし。よし。いいね。うちらの勝利だ。なあ。はい。え？そうです。さくら。糸倉。はあ。なあ。あんた、いや、
先輩。はい。ねえ。ところで。はい。なあ。あのさ、なるほど。ところで、そうです。なあ、へえ。なあ、お断り。ところで、名前か。よしよし。
ぜ。おっ、飛び出し。なあ。あ。ん？実は。お。ええ。八神さん。なんだって。ええ。ということは、つまり、ああ、察するに、いや、ええ、八神さん、実は。ええ、なるほど。
八神さん。実は。なるほど。はい。ところで。ごめんなさい。先輩、どうしたんですか？立ってくださいよ。俺より強いんでしょ？東洋太平洋ランキング入りしたんですよね。終わりだ、終わり。おい、何やってんだ？スパーリングだ。三木本、あの野郎、この前よりさらに上手くなってやがる。どういうことだ？会長、前にあんた、俺が押し切りとスパーした後に言いましたよね。お前なんか根性なしのヘナチョコだって。佐久間さんはあんたが手塩にかけて育てた一番弟子っすよね。それが見てください。情けねえ、ジムにろくに顔出さねえ俺なんかにボコボコにやられちまって。訂正してくださいよ。俺が根性なしのヘナチョコじゃないって。佐久間倒したくらいで図に乗るんじゃねえ。だったらあんたんとこのジムの連中、片っ端からスパーで叩きのめしてやるよ。片っ端からだ？バカ言ってんじゃねえぞ、鬼才が。貴様は剣矢にボコボコにやられただろうが。会長、前に言ったはずです。俺だってこの数ヶ月ぼーっとしてたわけじゃねえんだ。実践だ、実践で鍛えてきたんです。命がけの実践でね。八神、次貴様が相手してやる。俺が？ああ、こいつに身の程をわきまえさせてやる。喧嘩で鍛えた技術なんざ
ボクシングの前には無力だ。喧嘩で鍛えた技術ね。八神って言ったな。会長がああ言ってんだ。やるよな。ああ、望むところだ。に負けやがって、サボってばかりいるからだ。貴様などやめてしまえ、根性なしが。違う、サボってたんじゃねえ。俺は実戦で鍛えてたんだ。外でチンピラ相手に喧嘩してただけだろうが。違う、ボクシングだ。俺はボクシングをやってたんだ。ボクシングだ。剣舞会ですよ。剣舞会だと。貴様もあのクソ格闘大会に。貴様、押し切りに勝つためですよ。まあ俺が出場した時はもうあいつは出場してなかったっすけどね。おい三木本、俺はね、押し切りの幻と戦ってたん。幻と。剣也が優勝した剣舞会で貴様も優勝するつもりだ。どうなんだバカ野郎。だって仕方がないでしょ。チームじゃ押し切りとスパーなんてさせて。バカ野郎、剣舞会なんざ何でもありのクソ大会だ。この感じ話が。強くなりて。練習しろですって。今更あんた自分で言ったこと。あんた俺が押し切りにスパーでやられた時、それが今更。負けたくらいでメソメソして練習もできねえ根性なしなんか、やめちまえって意味だよ。
そうかよ。だったらやめてやるよ。今度こそな。おい待ってくれ。あの日ケンヤ君にやられた時、君が欲しかったのは罵倒の言葉なんかじゃなかった。会長からの励ましの言葉だった。そう、励ましの言葉。ケンヤ君とスパーをしたあの日、そんな時に彼は辛かったと思う。自信を失ってしまっても、それまで天才ともてはやされ負け知らずの男だったんだから。事実スパーの後の三木本君はひどく落ち込んでた。佐久間。ねえ会長、あなたはそんな三木本君に、なんとこの根性なしが、呼びしまえ。そう罵倒したんですよ。しかも便箋まで用意して引退届を書けって。それは分かりますよ。会長のことだから喝を入れたつもりだったんですよね。そういえば負けず嫌いの三木本君が悔しさにはがみして頑張ったけどね。それであの子の倹約に負けたことも原因かもしれません。でもとどめを刺したのはそんなはずはねえ。ボクさんがなことで折れるはずが。俺もそうだったから分かるんですよ。だから俺はここ、もう二度と立ち上がれないかもしれない。あなたは傷口に塩を塗り込むように。なあおい、俺はてっきり貴様が剣屋にボコボコにされたから。結局俺は中途半端だった。遅くね。だってよ三木本、俺と戦ってる時のお前、何あんな楽しそうにボクシングするやつがやめられる。俺が楽しんでた。ああ。それにお前すげえ強かったし、もっともっと練習したら。それなのに今グローブを、少なくとも俺はお前ともう一度スパーをしたい。俺もお前とやり合って。三木本。会長、トレーニング何から再開したらいいですか。やっぱり俺にはボクシングしかねえってさ。あいつ負けたってのに楽しかったんです。俺のトレーニングは厳しい。お前、はい、かく。八神。いや、なあ、貴様。いや、名前か。よしよし。
な。え？なんだって？つまり、ああ、ヤガミ、なあ、なあ、なに、なあ。
そうです。お願いします。ああ。そうだな。八神さん。